それじゃ思っていた以上に期待外れになりそうだ。そりゃ大きな最後の戦いみたいな血しぶきし、そもそも9年前に俺が鎧を継承していればこんなことにはならなかった。兄貴のアギトを返してくれたのもあの女の意志だろ。じゃあお前はあの島で何をしたんだ。